皆さんこんにちは。5月30日から始まった交流戦、まだ1週間しか経っていませんが、すでに数々の話題が飛び出し盛り上がりを見せています。そんな中、先日特に盛り上がりを見せたのが巨人と日本ハムとの対戦カード。巨人は前回のロッテとのカードで勝ち越し、日本ハムも前回のヤクルトとの対戦カードでお互いに勢いをつけて東京ドームの舞台に上がります。そして結果は日本ハムが2勝1敗で2戦連続となる勝ち越しに成功。しかも全試合を試合を通じて日本ハムが巨人をうまくあしらうような野球を展開し翻弄、大きな話題となりました。同じリーグ4位同士の対決、一体なぜ日本ハムは巨人相手に圧勝できたのでしょうか。そこで今回は日本ハムが巨人に圧勝できた理由についてご紹介していきます。まずは3戦を簡単に振り返っていきましょう。お互いに交流戦2勝1敗で迎えた巨人対日本ハムの試合、1戦目は巨人はここまで3勝を挙げ、3試合連続 QS を達成するなど安定感の光る左腕横川選手。一方の日本ハム先発はこれまで4勝を挙げ、防御率1点台と抜群の安定感を誇るサブマリン投手鈴木健也が先発を務め、相手の原監督は相手がアンダースローでなおかつ左打者への被打率が高い鈴木選手が先発とあって、左打者を並べるオーダーで試合に挑みます。この日巨人は3回に丸選手、梶谷選手の連続ヒットで無視1点3塁のチャンスを作ると、3番の秋広選手のショートゴロの間に1点を追加し先制。しかし直後の4回、3回までは無失点とした横川選手ですが、4番の万波選手、5番のマルティネス選手の連続ツーベースであっさり同点にされ、その後も上川畑選手のタイムリー、鈴木健也選手のショートゴロの間に1点を追加され、この回一挙3失点。5回にも万波選手にヒットを浴び、マルティネス選手にツーランホームランを浴びるなど4、5回で一挙5失点。横川選手はこの回でマウンドを降ります。一方鈴木戦攻略のために組んだ打線ですが、なかなか鈴木選手を攻略できず、6回には無視に3塁の好機を作りながらも、その後3者連続凡退。この日は計11安打を記録したものの得点は2にとどまり、横川選手の後を継いだ平内選手が3失点するなど投打が噛み合わず8対2で大敗。試合後に原監督はこの日を振り返り、見ての通りだね、左打者中心のオーダーは相性とかじゃなくてチームの最善策ですね、敗因はやっぱり6回でしょうね、6回だと思いますよと、6回に無視に3塁の好機を作ったものの、その後3者連続凡退した打線に苦言。一方の日本ハムはこの日打撃だけでなく相手の守備の隙を突く走塁を見せ、チャンスを拡大するなど終始巨人を翻弄。新庄監督の作戦がどんどんはまり、見事な勝利を挙げることができました。巨人にとっては連敗は避けたい2戦目。日本ハムの先発は WBC で抜群の安定感を見せ、先発の柱として活躍している伊藤大海選手。対する巨人は今季から加入し、すでに4勝を挙げるなど安定感が光るグリフィン選手でした。試合は3回に1番の丸選手がヒットを放つと、続く2番の坂本選手にツーベースを放ち、巨人が1点先制します。ですが直後の4回の表にメジャー出身の日本人選手で今季ドラフト3位で NPB にやってきた3番の加藤豪介選手が2試合連続となるソロホームランですぐさま同点に追いつきます。その後両者一歩も譲らない試合運びを見せますが、8回にこの回からマウンドに上がった池田選手が3番の秋広選手、4番の岡本選手に連続安打を浴び、1-1、2塁に。そして打席には代打の中田選手が立ち、日本ハムは宮西選手にスイッチ、2球目の後に捕手の清水選手が悪送球、これで1-2、3塁となったため中田選手は申告敬遠され満塁のピンチを迎えます。打席には6番のブリンソン選手、1打勝ち越しの場面で宮西選手の四球目を捉え見事タイムリーヒット、これで1点追加し2対1と勝ち越されてしまいました。ですが宮西選手は後続を抑えピンチを最小限で脱出。そしてまたもや直後の深井の表にクローザーの大勢選手を連続安打で攻め、7番の清水選手がスクイズ、これが見事決まり同点に追いつきます。そのまま2対2で延長戦に入りますが、10回の裏に岡本選手にサヨナラタイムリーを打たれ僅差で敗戦。競り勝つことができず、この日の試合は巨人が意地を見せました。そして1勝1敗で迎えた3戦目、
巨人先発は育成ドラフト1位松井選手。対する日本ハムは今季から先発に転向している北山選手がマウンドに上がります。巨人は初回、1番の丸選手が先頭打者本塁打を放ち、早速1点を先制。前日に続き先制点を挙げることに成功します。しかし直後の2回、松井選手は西1・2塁のピンチを招くと、8番の投手北山選手にまさかのタイムリーヒットを浴び同点に。続く9番の細川選手にもタイムリーが生まれ、日本ハムはこの回一気に逆転に成功します。ヒットが打てて嬉しかったのか、北山選手は直後のマウンドでキレの増したボールを投げ込み、巨人打線を三者凡退に抑えると、3回には西1・2塁から花坂徳栄時代の同期でもある野村選手に痛恨スリーランを被弾。対戦前には高校時代だったら考えられないこと、感慨深いと話していましたが、同じ釜の飯を食べた仲間に手痛い一発を許してしまいました。松井選手は結局3回5失点でマウンドを降ります。巨人は3回の裏に坂本選手のタイムリーで1点を返し、なおもチャンスを作るも後期で1本が出ず、なかなか追加点が取れません。そして6回、3番手として上がった桑原選手が日本ハム打線に捕まります。早速2連打で2、3塁のピンチを作った桑原選手は、8番の北山選手にこの日2本目となるタイムリーヒットを献上。もっとも、これは前進守備の内野を越えてしまった不運なヒットでしたが、これで6点目を追加されます。さらに9番の細川選手にスクイズを許し7点目。その後も加藤選手のタイムリーにマルティネス選手の押し出し四球で、この回一挙4点を奪われ交代。最終的に10対3で日本ハムが勝利する形となり、この対戦カードは日本ハムが勝ち越します。試合後、原監督は松井選手の投球について、先発ピッチャーが勝負を左右する、それを改めて若い松井投手も分かってくれるといいですねとコメント。なかなか波に乗れない理由が先発にあることを改めて感じたようでした。さて、開幕当初は最下位に沈んでいた日本ハムですが、これで交流戦2カード連続の勝ち越し。一体なぜ圧勝することができたのでしょうか。そこには監督の差があると言われています。新庄監督は常にどんな状況からも点が取れるように、昨年から全選手に意識を徹底させてきました。1戦目のアルカンタラ選手の捕手からの牽制に対して、3塁に進む走塁や2戦目3戦目のスクイズでの得点など、点を取るために必要なことを選手が意識してやっています。また先日スリーランを放った野村選手は最近低迷しており、開幕当初は4番を打っていたもののスタメン落ちするなど苦しんでいました。そんな野村選手を信じて、打順の変更や代打での出場でチャンスを与え続け、ようやく実が結んだ形となったのです。また選手それぞれの性格を把握し、適度に簡潔にアドバイスを与えており、その結果数字を残せる選手も増えています。選手たちを信じながらも、どうやれば勝てるのか、そのために何が必要なのかをずっと教え続けたからこそ、この圧勝につながっているのかもしれませんね。一方の巨人原監督は、若手や投手を我慢強く起用することができない傾向があります。投手はマシンガン系統と揶揄されるほど使いますし、若手も結果が出なければ2試合ほどで見切りをつける一面もあります。現状若手が育ってきていない、リリーフが成長できていない理由はこういった部分にあると指摘する声も多くあるのです。また作戦面でも新庄監督が上を行っていたのは事実でしょう。連日スクイズを決められているのがその証拠です。戦力で見れば巨人の方が充実していますが、それでも勝てないのはやはり新庄監督のやり方がうまかったのもあるかもしれませんね。このように徐々に勢いをつけている日本ハム、交流戦順位は現在2位、借金完済も見えており、このまま A クラス入りの可能性もあります。一方巨人は借金生活に突入、3位には 0.5 ゲーム差なので A クラスは射程圏内ですが、厳しい戦いは続きそうです。果たして両チームともこの先どんな試合を見せてくれるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。